マルギット・ニュンケは、ドイツの女優、歌手、バイマル共和制時代のシュテティーンに生まれる。1955年6月、ミスドイツに選ばれ、同年の7月22日、アメリカ西海岸のロングビーチで開催されたミスユニバース1955世界大会に、ドイツ代表として出場し、第4位に入賞。第5位には、日本代表の高橋恵子が入賞している。 翌1956年には、ミスヨーロッパにも選ばれた。その後、女優に転身し、映画、白銀は招くよ。ザイラーと12人の娘で、トニーザイラーの相手役を務めた。他に、映画、黄色い恐怖やドラマ、アイネクラスフィワズイッヒなどに出演した。また、歌手としてもいくつかのシングルを発売している。 1959年には11月25日から6日間にわたって東京で開催されたドイツ映画祭のため、俳優のトニー・ザイラー、ベルン・ハルト・ビッキ、女優のリゼロッテ・プルファーラと共に訪日。開会式の司会は俳優のミー・フネト・シロウが務めた。2015年、ミュンヘンにて死去。以下は日本公開作品。ありがとうございます。